行きました。 アドルちゃんは何を選ぶのかしら。 お腹空いたら頑張ってきてね、アドルちゃん。助かります。
ええ。
現れた。現れた。
箱だ。どこか懐かしいよ。不思議です。Yeah.
はい、自分はテイトと言います。父の後を継ぐために見習いの鍛冶職人をしています。でも何が何だかわからないうちに来てくださって本当に心強いです。あ、こちらは妹のアーチェです。わあ、耳が生えてる。ふさふさの尻尾も。赤い髪の人はちょっと怖いけど、目が綺麗でかっこいいかも。それに、はい、すっごく強そうだね。
そうだな。現れたみたいだな。今日もガンガン働きますよ。あれば言ってください。何でも申し付けてくださいね。他にもいつでもお待ちしてます。何を作るんだ？
お疲れさん。来たの。何かあれば頼るがいい。ほれ、持っていくがいい。ほれ、持っていくがいい。まだ怪我には気をつけるんじゃぞ。こんにちは。何がいるようですか？どなたがお使いになりますか？ワクワクするな。まだ何か必要？はい。次はぜひまた来てくださいね。
すぐに片付けるぞ。喧嘩売ってるのか。つけた。よう王様。まあな、こうして待ち伏せたのは他でもね、前の夜でも見せてもらったが、剣はなかなかの腕みてえだな。大した自信だね。確かに立ち振る舞いからでもあんたの力量は大体わかる。グリムワルドの前にぜひ行ってご教授願いたい。まあ聞くまでもなく相手してもらうつもりだが。怪人同士の死闘は禁じている。それも呪いの一つだと以前にも教えたはずだが、高代、愛も変わらず手の施しようのないうつけだな。アプリリス、このクソアマ。極限だ。遊んでいる場合ではないぞ。怪人たちよ、極限だ。まあ待て、さもなければ永遠の夜は明けることあたわず。人と魔の境界みたい。このアプリリスが忌まわしき夜の始まりを告げる。
信じよう。このまま終わらせよう。この調子で頼むぞ。一丁上がりね。
行け。それって…いらっしゃい。毎度どうも。もういいのか。また来てくれよな。Thank you.
すぐに駆けつけるぞ。あら、いらっしゃい。何が必要なの？あら、また来てね。いらっしゃい。何にするの？また来たよね。いらっしゃいませ。何にするんだい？おや、また来ておくれよ。どうしたものか。したものか。Thank you.
なんだ。ちょっと危ない。気をつけろ。おっと、やれやれ。そうだな。お役に立ててよかったです。